なぜかね、カメラ中ね、Google 開いちゃって画面落ちちゃった。一応これ羽田空港交差点でしょうか。すごいね、でも本当。いや、とりあえずマジで急いで、あのモノレールの入場券だけ買うか、天空橋まで行っちゃおう。天空橋まで行ったらでも帰ってこれねえや、どうしようか。入場券で2時間にするか、天空橋まで行くか、ちょっと悩みもんだな。あ、違うわ。いや、別にいいんだ、空港までのチケット買って京急線で戻ればいいんだ。ここ入れんのかな、スタッフ上っすね。あ、ポストある。マジで聞きられるだけマジで見てえわまさかの三流来ると思わなかった。まだちょっと時刻表調べてないんですよね。LINE 返信してた途中なんで、ちょっと待ってね、時刻表の確認しなくて。なんかさ、俺空港にいてさ、なんで地上のモデル版しなきゃいけないか理解できねえや。あ、でもすげえ、これ結構人いるわ。前来た時すっごい人いなかったんですけどね笑い事じゃねえか。しまった、俺1000円チャージしてたからモノレールスイカ買えよかったな。それまたモノレールスイカ買いましょうか。今使ってるスイカ俺これなんですよね。こっちっすね。ハマチョイ工事してるんだ。でも人いねえからマスクはしなくて良さそうかな。どうだろう、はあ、すっげえ涼しいな。一応なんか列車来るって。じゃあちょうどここでいるか。あ、来た来た来た。でもやっぱ一線型もね、そろそろ少なくなってきてるんで、いいな。あっちは多分2000型かな。2000型のこのカラフルドアもいいっすね。いいな、また今度歩いてここ3分間ちょっとあそこ逆 S 字で見えるし、これはいいな。ちょうどそれこの辺が一番いいかもですねちょっとなんかごまたんごとか言われますけど、さっきの電車、ちょっと時刻で確認するか。今7時43分なんで、多分4、5分前の電車があるはずなんで、LINE来た。まず先 LINE だけ返信させてもらって、モノレールの運行情報は、ちょっと先ほどだけ持ち帰ってしまって。そうですね、ここね、液晶がポップになってるんできついんですよね、これ。あ、でも本当涼しいな。東京モノレール、東京モノレール、あったあったあったお見事、誰もモノレールの運用表書いてねえ。それ多分こっから、ちょっと今一応現在地を調べてるか。現在地で調べると、これ一応今この辺に電車がいることって言うんで、うちも第3ターミナルなんで、今出発線がこういうか、多分9番か21番ですね、運行番号。9番か21番となると、これか。
羽田空港発が、7時41分だ。もう今発車か。7時41分か。もう1本が、7時45分発ですね。じゃとりあえずちょっとこの辺で待つか。ライトが消えたりついたりすげえな。なんかそう不気味なキスね。この夏いじられて起きてた。一応後ろからも出てくるよ。スマホの充電何パーだ。今俺の手持ちが 46% で、一応ね、ケツポケットに充電器入ってるんで、いつでもね、あの延長コードで充電器はね、用意できてるんで。今ね、線が団子になっちゃった、ここ。お、すげえすげえすげえ。まさかリバイバル来ると思わなかったわ、やば。今日めちゃくちゃいいんだけど。ただね、運が悪いとしてもね、充電器が高かった。今ね、まだここ事故ってる。あ、残った残った。もしかしたらハンドルの方も行った方がいいかもしんねえな、これ聞きながら被るかもな。電車着いたらライト消えるんですね。あ、一線型か、じゃあ大丈夫だ。まあでもケツ取りでもね、できれば全然いいんでね。いやでもほんとすげえな。充電器がまだね、多分3、40分ぐらいはありそうなんで、多分その一応7時間ぐらいだと思うんですから、一応今8時前なんで。この駅マジですげえ撮影場所としてはよくねえか。駅の利用者すっげえいいね。利用者すっげえいいねが必要だけど、スマホちゃうか。いや、これマジで。ほんとね、この駅自体が、いや、まあ屋根があるんで、雨全然、まあ、ちょっとあっちの方はね、雨やめないですけど、レールの上は。まあそうですね、ここ全然、うん。雨来ないし、風吹きもいいし。まあちょっと川が近いんでね、若干臭い匂いが来ますけど。一応9番列車は、今どこにいるんだ。一応ね、Wi-Fi 武器をね、2個ずつ持ってきてるんで大丈夫なんですけど、ただ Wi-Fi とか Wi-Fi の充電器はねえや。これちなみに今 LINE 映ったら危ねえわ。一応今ね、そっか、これあれなんですよね、モノレールのダイヤって途中駅一切ないんですね。でもまず空港快速だいぶ減りましたね。そこ今区間快速ってなくなっちゃったんだっけ。まあ、これ喋りながらロケしても不審者と思いますけど。でもなんかあのさ、なんかあっちの側のタンク、あっち側か、ちょっと見えるかな、しばしくてね。あっち側のタンクがね、昔いたね、フットワークってトラックに似てるんですよね。今ちょっとフットワークって名前変わっちゃったんですけど、多分ね、フットワークっつってね、古い人はわかるかな。今なんかね、本当になんか緑のロゴの場所に決まっちゃって、トラックか。なんかまた一台バス来た。ここね、下の道路も見えるんですよね、うっすら。これね、一応黄色い線はね、ここにいるんで、本当こっちにいなきゃダメですけど。でもね、改札から出てね、ここしかないんで、これね、ここだったらギリセーフでしょ。ちょっと足元ギリですけど。いや、でもここすぐじゃね、山手線のダイヤなんですかね。確か山手線も今4分、5分間隔ぐらいのはずなんで。そう考えたらさ、京急なんか10分に1本なんでね、普通列車。いや、全然いいっすよね、この駅。一応、あと2分かということは。多分、ね、キキラのそろそろ来ちゃいそうなんだよ。どうしよう、ちょっと反対側の方も行ってみようかな。反対側の方もね、こっち側の方がやっぱり外に膨らんでるんで、取りづらさとしてはこっちなんですよね、やっぱ取りやすいのは。どうしようかな。まあ、どうせキキラのもね、行けば帰ってくるんで、一応車庫の確か整備地面切ってあっちのはずなんで、あれ確かそうだよな。ちょっと待って、どこにいるか、来ちゃった。あれかな、なんかねえかな、路線図。あそこさっき路線図あったか。来たけどあれ一番型だよな。じゃあ一番型ならいいや。あいつらどうせ首長いんでね。そうっすね、一番型っすね。
ごめんなさい、ここの後整備場だから車庫あっちだ電車こっち来ねえや、改装は。優先席は JR っぽいやつなんですね。でもヘルプマークまではやっぱりさすがにないね。なんか穴がある。ドアコックかな、多分。さあ、あっちが何が来た。いや、多分あれ2000型だな、色的に。そうですね、2000型っすね。来たのが9番列車のはずなんで、運行番号ってどっかないのかな。あ、俺正直言うとね、2000型も好きなんですよね、結構。あの、随分昔にね、あの、だからってな、富士見目ってところね、まあ、NH 買ったんで、これ、キットがなんかそろそろ組み立てないなと思ってるんですけど。好きなのか、本気って、あ、自販機あるわ。ちょっと喉乾いたんで、自販機はなんか買いましょうか。いや、ね、車両不具合による運休と行っておりますって。いや、でも運休してるくせに4分間隔ですからね、なかなか化け物ですね。どうしようかな、自販機。やっぱ空港だけって高いっすね。俺好きなのがね、麦茶が多いお茶なんですよね。うん、どうしようかな、どっちにしようかな。でも安いときは、俺待って、俺待って、パスモがどっかね、ちょっと待って、パスモどこ行ったっけ。あ、パソコン右ポケットに入れてた。どうしようかな。じゃあポカリでいいか。時間長くね。ちょうど残り900円ありますね。なんか安いおにぎり1、2個ぐらいだったら買いそうだ。よいしょ安いおにぎりですね。飯食いちゃいますけどね。俺なんか普通に、ね、こうやってね、外に撮影とか来たら全然ね、飯抜いちゃうんで見ると流れる路線って面白いっすね。あそこ踏んだら感電するってやつで、なんか昔どこだっけな、なんか湘南モノレールとかなんかどっか駅かなんかのこういう線路入って大騒ぎになりましたからね。いや、よく入れるよな。俺なんかはね、やっぱりこのボルトが何ボルト、大体何ボルト以上あるとかあるんで、死にたくはないんでね、さすがに入りませんけど絶対に。あ、なんか可愛いバスいる。誰も人いねえよ今この上下線だと 俺だけですからね。次の電車2分後か。あかんねえ、ポカリか。開いた。一応反対面も伊藤園があるんですね。いや、でもよかったよ、改札入る前に自販機行かなかったんで、飲み物ねえと思ってた。ちょっと待って、飲料が開かなくなっちゃった。あ、俺はなんとか歯使って開いたわ。あ、一応電車来るわ。飲み物が閉まんねえ。よいしょ。もう2000型じゃん。これ一応第4編セップスやと。お茶のゴミすごいか。お茶のゴミが邪魔なんじゃない、ケツポケット。反対側まだ列車来ないんだ。多分そろそろね、聞き入れ来るはずなんですよね、時刻表的に。いや、来ちゃったよ、マジで。来そうだなっつら来ちゃったよ。いや、でもちょうどいいや、タイミング的に。うわ、かわいい。俺が可愛いって言うと犯罪っぽいんじゃない。いや、でもちょうど良かった、ダイヤ的に。ちょっと多分こいつ今日21番列車ですね。
ちょっと後で現在地で確認するか。でも俺初めて見たけど、そんなキキララのモノレールって。今まで何回かね、大井競馬場とか来た後に見るタイミングがあったんですけど、なかなかなかったんですから。どうしようかな。キキララ来ちゃったな。一応、現在地で確認するから、ちょっと俺その方向だっけ。あれ、またガラケーどっか来ちゃった。今先にお茶のゴミ捨ててくるから。一応ゴミ箱ありますね。よかったよかった。あれ俺スマホどこ行ったっけ。スマホがなくなったんだけど、やーべー、あれちょっと待って、先にゴミ捨てるから。あそこ飲食店がある、いいな。なんかうまそうなもんみんな食ってるよ。ちょっとあそこの子は、まあ、人が食ってるのね、こうやって撮影するの必要ですけど。いやでもうまそうなもん食ってるのかね、みんな羨ましいな。金欠あれ本当に最悪そう。あーよかった、ケチャップってやつだ。じゃあそうですね、今の現在地だけ確認して、ちょっと LINE 来たらごめんなさいね。一応今の21番列車ですね。で今度あれかな、多分、11番か27番で確かあのリバイバル行ったはずなんで、そいつだけ待つか。一応今ね、7時52分なんで、あと8分間30分ぐらいで店は開くんで、まあ、今から、ね、店までは全然30分ぐらいバスでかかっちゃうんで、まあ、時間は問題ないですよ。位置的にはやっぱりここよりかはこっちの方がいいな。そうですね、まさかのキキララのモノレール見たいがためにわざわざ金払って乗ってんだ。ほんと外にまだ分かってますけど、ね、外暑い。いやでもマジここほんと、一応ね浜松町の駅の先端もね、あのなんかポイントがあるんで、その撮影ポイントとしてはまあ全然いいんですけど、あそこちょっと上面交代ね、邪魔になっちゃうんで、確かね、校舎方面側で撮影ポイントなんですけど、あそこ校舎側でね、確か乗務員交代するんで、あんまりね、あそこ撮影しづらいんですよね。やっぱり運転手に目かかっちゃいけないんで、あんまりそれでね、モノレールの撮影行ってなかったんですけど、いや、この駅はそうですね、人の利用者数が少ないし、まあ、特に今なんか別に繁忙期でもなんでもないんでね、利用者数全然ないんで、あ、電車来るわ。ここね、ギリギリね、ここ透き通って見えるんだよな、何が来るか。多分ね、俺の感じだと一線型だな。なんか俺の腹はね、一線型っつってる。俺の腹ってどういうことだと思うけど、いや、二線型だな、あれ。二線か、二線っすね。まあ、多分危なかったらね、警笛に鳴らされるはずなんで。昔は結構品川駅のね、あの、なんだっけ、下り線、一番線なんかバン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 警笛に鳴らされたんですよね、危なくなくても。結構利用者数いますね。なんか若い女の子たちが旅行でも行くんですかね。俺もしは旅行行かないかって。俺なんか模型買っちゃって金ないんですよマジで。8万ですからね、8万買いすぎちって。なんか若い女子がこの列車、この号車なんか6人ぐらい乗ってんな。一線型が来た。そうっすね、あっちの一線型合ってましたね。いやでも本当に区間解説なくなっちゃったんでね、所要時間は多分かかると思いますけど。あれ区間解説ってどういう路線だっけ、覚えてねえんだよな。一人でスーツケース3つはすごいな。旅行でも行くんですかね。まあ、俺そもそも、ね、やっぱり高いところ苦手なんで飛行機ダメなんでね。特にもう一線型も確か今何本か廃車になっちゃったんだっけ。今何本なんですかね、廃車になったの。確かね、ここ半年ぐらいでまたなんか一編成かなんかがあの整備場から陸送されたらしいんでね。寂しいですね、やっぱり往年の往年としても、まあ、軽く20年しかないですよ。東京モノレール、編成表、あ、ちゃんとあるんですね、モノレールの編成表ってググれば。一応全部で、16本か、間違えた、ゼロ1個多い。
応今現在いるのが1、7、13、19、25、3時、30だから1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、いや16本まだ全部いるんだ。あ、しかも5年、4年前か。あ、そうですね、一応1031万陸送されてますね、今年の3月付で。寂しいですね、やっぱり。しかも2000件は全部で4本いるんだ。しかも2000件多くね、多分今3、4回くらい見てるぞ。一応2000件も調べてみるか。2000系は書いてねえな。あ、一応4本っすね。多分それは今日2、3本動いてんだ。そろそろ給湯室来るはずなんだよな。この駅ちょっとなんていうのね、時刻表がちょうど被るんですよね、裏表で。一応こんな感じですね。あっち側の LED がスクロール入りすぎて全然映んねえ。俺のカメラじゃん。今のうちに空港バスの時刻表調べとくか。あれ1万型じゃね、1万型っすね。じゃあいいや。京急バス、一応俺が乗るのこれっすね。京急バス空51番川崎行き、川崎行きか。ライン来た。うわー来ちゃった。やっぱり来ましたね。何してる場合じゃねえ。改札でエラーあった。どうしようかな、リバイバル行っちゃったもん。確かにもう一本ねリバイバルがいるはずなんですよ。なんか色忘れたんだけど、なんか水色とさクリームみたいな、なんかねソーダフロートみたいな。ごめんなさいなんだよね。ちょっと待ってください。確かに1本いるはずなんだよな。なんかね、ソーダフロートみたいなね、かわいいやつが。いや、こいつだけか、今いんの。一応これがあるか。昔の、あ、これっすね、俺が言ったの。リバイバル。なんかこの、ソーダフロートみたいなかわいいやつ。ちなみにこれは、1019番って言うんだ。さすがに LINE だけ先にしてしまって。でもそうそう、やっぱり俺はね、一線系はね、こっちの色のが好きなんですよね。この昔懐かしいクリームとか、まあそれが多分今のなんですよ、リバイバルになりかけてるんですけど。そうっすね。でも今日ソーダフロート来ねえかな。さすがに今日あれなんですよね、戻れるか本当にマジで誰一人と時刻表記書いてないから。多分誰か書き込んだかな。さすがにこれ今誰もいませんね。ちょっと浅草線も確認しよっか。これほんと4分間隔にさ電車来るからさ、まあ戻れるか結構ね。そうっすね、うん、俺は好きかな。しかもそうですね、神奈川県から歩いて30分ですからね。まあ最寄りのバス停からなんでね、まあそんなにそうですね、最寄りのバス停が本数いないんで、まあ、あれなんですけど。
浅草線動いてるわ、27番で。失敗した、27番か。てことは、ほぼ終日運用か。しかも西門越出発の指示ってことはさ、俺が西門越に1時間前なんですよ。オーマイガー、そしてこの時間マジで普通列車しかいないんだ。空港外線ですから早くて10時か。じゃあ戻るの衛星マップ簡単にあるわ。一応今ここなんで、まあ、新整備場があって天空橋、整備場、あ、ごめんなさい、なんかいろいろあって、そうだな、金がねえけど競馬場来てえな。小銭ちょっとしかないですよね、あのパスモに入れちゃったんで。さっき言っても残額900円だったと思うんですけど、どうしようかな。競馬場行きたいなって、どうせ今日船橋なんですよね。大競馬場じゃねえんだよ。どうしようかな、あと1分か。ちょっとあそこにモニターあるんでね、ちょっとあそこのモニターで、まあ、列車来ますよって黄色字で出るんで、わかりやすいんですよね。なんかとりあえず今日さ、いい弁当ないってちょっと電話して見てみようかな。あ、じゃあ親も仕事入っちゃった、ダメだ、8時だから仕事入っちゃった。先に下り車、下り車、上り車、どっちだこれ、両方来ちゃうわ。多分、次にバイバイで来るとしたら後ろからのはずなんで、1万件なりんや。申し訳ないけど、1万件より今ね、2000件、1000型なんですよ。あ、2000型なんで、多分2000型っすね、あれ。ってことは今日2000型の海が多くねえか。しかも1000型だ。え、こんな色あるんだ、1000型にも。初めて見た。なんかこの昔懐かしい京浜特線電話の線で動かすけど、多分だけど今この号車立ち席合わせて多分2、30人も乗ってますね。だから一編成だいたい、そうね、100人から、そうね、100、3、40人ってところか。でも結構降りてきますね、やっぱり。いいな、旅行行ける人羨ましいよ。もうそもそもパスポート持ってないんですよ、作ったことないんで。結構車内涼しいですね。冷風機がすげえよ。この駅うまくなるからすごいわ。しかも一回右に曲がってからこの左に来る、なんかこれ好きだな俺。どうしようかな、でも本当にお腹も減っちゃったんだよな。まあ水分で上をしのぐって言ってもあるんですけどね、ちょっとしょんべんしたくなったんだよ。この駅トイレあるのか、まあ、一応トイレある。2番線か、一応看板見るとお手洗いこっちとかであるから、トイレは大丈夫です。トイレの心配するくらいだったらちゃんと行けよって言われそうですけどね。いやでもいい天気になってきましたね。ちょっと雲はね、うっすらありますけど。次の列車7分11分15分反対側は多分同じぐらいかな、時刻表は。全然見えねえ、ダメだこれ。俺の視力持ってもダメっすね。いやでも本当にこの駅、そうですね、撮影スポットとしてはおすすめですね。一応次の電車来たら動画切り替えましょうかね。一応30分ぐらいになるんで。一応今日撮った、ね、動画はまだね、バスの動画とか全部上がってないんで、多分そろそろ、ね、SD カードが満帆でそうなんで、ちょっとアップロードはしてるから、今作業しようかってことで、一応一旦動画切っちゃいます。